今日ね、午前2時にアップルのね、発表会で新型の iPad、iPad mini、Apple Watch シリーズ7と、あと iPhone 13シリーズが発表されました。イエイ。ということで、ちょっとね、わからない方も多いんじゃないかなということで、iPhone 12 Pro と iPhone 13 Pro、iPhone 13 Pro Max をね、比較していきたいと思います。はい。まずね、カラーなんですけど、iPhone 12 Pro はパシフィックブルー、ゴールド、グラファイト、シルバーでした。で、iPhone 13 Pro ではシルバー、グラファイト、ゴールド、シエラブルーっていう感じにね、なりましたね。これは、13 Pro Max も、変わらずっていう感じですかね。はい。で、値段は、122,800円からで、で、MAX の方は134,800円からということですね。で、1TB もね、増えたみたいですね。13 Pro シリーズには。で、主な特徴として、iPhone 12 Pro 6.1 インチっていうのは変わらないんですね。ただ、プロモーション搭載っていうのが追加されました。これはね、プロマックスも一緒ですね。ということでね。で、13 Pro シリーズには、シネマティックモードっていうのが新しく搭載されました。で、あとは、12 Pro だったら4倍の広角ズームレンジだったのが、13 Pro だと6倍の広角ズームレンジになりました。ちょっとね、上がったんじゃないかなっていうことで、チップがね、新しい A15 に変わりましたね。はい。で、ビデオ再生時間、17時間だったのが22時間、プロの方は増えました。MAX の方は28時間ですね。で、Face ID は、変わらず、で、あとはそんな変わりはないですね。ディスプレイですね。13 Pro シリーズだと、最大 120Hz のね、アダプティブリフレッシュレートを持つプロモーションテクノロジーに変わりました。最大輝度ですね。12 Pro だったのが800ニットだったのが1000ニットに変わりました。サイズと重量がですね、ちょっと、厚さが増えた。12 Pro だと 7.4 だったのが 7.65 っていうことでね。はい。で、187g だったのが 203g っていう感じですね。リアル光学式手ブレ補正だったのがセンサーシフト光学式手ブレ補正に変わってますね。2倍の光学ズームイン、2倍の光学ズームアウトが3倍の光学ズームイン、2倍の光学ズームアウトになりました。4倍の光学ズームレンジが6倍の光学ズームレンジということで、最大10倍のデジタルズームが最大15倍のデジタルズームに変わってますね。はい、そんな感じで。あと、フォトグラフスタイルっていうのが新しくなったのと、写真のスマート HDR が4になってますね。はい、ビデオ撮影ですが、浅い被写深度でビデオ撮影 1080p、30fps ができるシネマティックモードができるようになりました。で、最大 4K、30fps のプロレスビデオ撮影容量 128GB のモデルで 1080p、30fps ということですね。あと、ここですね。最大倍の広角ズームに2倍の広角ズームアウト、最大9倍のデジタルズームに変わったっていうことですね。はい。フロントカメラ、フォトグラフスタイルが新しくなった。で、浅い被写界深度でビデオ撮影ができるシネマティックモード。で、これもね、さっきと同じだと思う。最大 4K 30fps のプロレスビデオっていうことで、はい。そんな感じですね。まあ、大きくはそういうところが変わったんじゃないかなというふうに思います。電源とバッテリーですね。ここなんですけど、12 Pro だったのがビデオ再生最大17時間で、13 Pro だと最大22時間、で、Pro Max の方だと、最大28時間ですね。で、ビデオ撮影最大11時間、最大20時間、最大25時間、最大60時間、最大75時間、最大95時間っていう感じで伸びてます。はい。リアルSIM に対応したんですかね。ご視聴ありがとうございました。さよなら。